シーウルフ。シーウルフは、アメリカ海軍の潜水艦。サーゴ級潜水艦の一隻。艦名は、オオカミウオ科の一種アトランティックウルフフィッシュ。ワミオシロオオカミウオの通称に元。その名を持つ艦としては二隻目。シーウルフは1938年9月27日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1939年8月15日に、 エドワード C ・カルブファスプ人によって、命名、浸水し、1939年12月1日に、艦長フレデリック・ B ・ウォーダー少佐、アナポリス1925年組の指揮下収益する。偽装が完了すると、C ・ウルフは1940年4月12日に、ニューハンプシャー州ポーツマス出港した。成長巡航は、パナマ運が地帯まで南下して行われ、6月21日に、 完了した。その後太平洋艦隊に配属され、カリフォルニア州サンディエゴが母校となる。1940年の秋にシー・ウルフは配備のため、マニラ湾に開港され、を拠点として活動する。太平洋戦争が始まった1941年12月8日、シー・ウルフは最初の紹介で、ルソン島沿岸に向かった。平井原を抜け、サンベルナルジの海峡を経由して、 バブヤン諸島方面で日本軍艦船を探索。12月14日、シーウルフはノポート三尾船手沖で特設水上規模艦三用丸大阪商船8365トンと思われる艦船を発見し、放射状に魚雷を発射したが戦火は確認できなかった。シーウルフは初めての爆雷攻撃を受けたものの損害は生じなかった。12月26日、 シーウルフは18日間の行動を終えてマニラに帰還した。12月31日、シーウルフは2回目の紹介で特別任務に就いた。アジア艦隊司令部のスタッフを乗せオーストラリアに向かった。1942年1月9日、シーウルフは10日間の行動を終えてダーウィンに帰した。1月16日、シーウルフは3回目の紹介で コレヒドール島に向かった。シーウルフには、コレヒドールにこもる、陸軍部隊向けの50、後継対空機重要弾薬を30トンから40トン、搭載していた。1月21日、シーウルフはの地点で、朝潮型駆逐艦、熊型軽巡洋艦に護衛された7隻の輸送船団を発見したが、搭載していた魚雷8本を発射する機会はなかった。1月28日夜、 シーウルフはコレヒドール島南岸に到着。弾薬は陸軍部隊に渡され、代わりに魚雷と便乗車を乗せたシーウルフは翌1月29日にコレヒドール島を離れた。2月7日、シーウルフは22日間の行動を終えてスラバヤに帰島した。2月15日、シーウルフは4回目の紹介でジャワ海及びロンボク海峡方面に向かった。 2月19日朝、シー・ウルフは、バドゥン海峡で、第8駆逐隊、安倍敏夫大佐所属の駆逐艦大潮、浅潮、満潮に護衛された2隻の輸送船、バリ島攻略部隊を乗せた2隻の陸軍輸送船、笹子丸、日本郵船、9258トンと、相模丸、日本郵船、9264トンを発見。輸送船に対して、魚雷4本を発射し、 一隻への損害は確認できなかったが、もう一隻は船尾を下に右辺に傾いたと報告された。シーウルフと相模丸は後にもう一度相見えることとなる。一週間後の2月26日、シーウルフは後部発射艦から貨物船に対して魚雷を発射し、ブリッジ前方に一発が命中したのを目撃した。その後後への駆逐艦からの爆雷攻撃を回避する。 たため先行したシーウルフは3月に入ると、ジャワとクリスマス島の間を紹介した。3月31日、シーウルフはクリスマス島沖に接近し、クリスマス島占領作戦のため停泊中の日本、海軍艦艇群を発見。この時点で、シーウルフの持ち魚雷は9本であり、試行品はそこを突きかけていた。シーウルフは2度にわたって、 計7本の魚雷を発射したが、いずれも命中せず、残り魚雷は2本となった。翌4月1日夕方、シーウルフは3度目の攻撃で、計順洋艦中に接近。距離1000メートルから最後の魚雷2本を発射。うち1本が中のウエ室に命中、大きな損傷を与えた。中は修理のための帰国を余儀なくされ、戦線から1年近く離脱した。 シーウルフは戦火に気づくことなく、駆逐艦朝雲と山雲第36号哨海艇から7時間半に及ぶ爆雷攻撃を受けることとなった。日本側では勇敢なるこの攻撃を英国潜水艦によるものと判断していた。4月7日、シーウルフは51日間の行動を終えてフリーマントルに帰島。一連の戦闘行為により海軍主君部大賞を受賞した。 5月12日、シーウルフは5回目の紹介で、マニラ湾方面に向かった。5月20日に、ティモール島沖で貨物船を攻撃したのを皮切りに、5月23日、6月12日、13日、15日、及び28日に貨物船に対する攻撃を行ったが、結果は2つの攻撃を除いて、かんばしくなかった。 6月13日のコレヒドール島沖での攻撃では、シーウルフは2隻の船に砲撃を行った。この攻撃で乗組員は4度の爆発音を聞いたが、結果は不明であった。2日後の6月15日、シーウルフはマニラ湾港で特設砲艦南浦丸、阿ワ国共同機船1 2 0 6ロットンを撃沈した。7月2日、シーウルフは51日間の行動を終えて、 フリーマントルに帰投した。7月25日、シーウルフは6回目の紹介で、スールー海、セレベス海及びマニラ方面に向かった。8月3日にマカッサル海峡でタンカーを攻撃後、8月14日にの地点で輸送船八元丸、打歩船3113トンを撃沈。8月25日には、マニラ沖で輸送船昭和丸、日東工業機船。 1 3 4 9トンを撃沈した9月15日、シーウルフは52日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。10月7日、シーウルフは7回目の紹介で、フィリピン方面に向かった。11月2日、シーウルフはのみんなのお父さんアウグスティン・ミサキ沖で、ダバオからマニラに向かっていた、陸軍船リー丸、日本郵船。 二千九百三十四トンを撃沈。この時のシーウルフには、海上に漂うギフマルの乗組員を四十一名まで数える余裕さえあった。シーウルフは続いて奥深く侵入。翌十一月三日、シーウルフはのダバオ郊外、タロモ白地に停泊して二役中の相模丸を発見。バドゥン海峡での遭遇以来久々に相模丸と顔合わせした、シーウルフは、 10時50分に最初の魚雷を発射し、相模丸に2本命中。続く2度目の雷撃でも陸岸に命中した1本を除いて命中。3度目の雷撃でも2本命中させ、相模丸は船首を下にして沈没した。攻撃後、シーウルフは小海機と小海艇に夕方まで追跡されたものの、被害を受けることもなく、湾からの脱出に成功した。 11月8日にものサンアウグスティン、三崎北西海域で特設砲艦吉沖丸・大阪商船2932トンを撃沈した。この後、シーウルフはパラオ方面の艦船で入り状況を調査した。11月11日、シーウルフはパラオ西水道、トーゲルムルンギ水道沖で駆逐艦2隻の護衛をつけてダバに向かう空母運用を発見し、浮上して、 追跡を開始した。しかし、翌11月12日朝になって、発電機が故障したため追跡を断念し、目標に関する情報を打電した後、真珠湾に向かった。12月1日、シーウルフは55日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。メアアイランド海軍造船所に開港され12月10日から、オーバーホールに入り、作業は1943年2月24日に、 完了。3月13日に真珠湾にへ戻った。オーバーホールの間に艦長がロイス・エルグロス少佐アナポリス1930年組に変わった。4月3日、シーウルフは8回目の商会で東、シナ海に向かった。4月15日、シーウルフはの小笠原諸島近海で輸送船団を発見し、4度の攻撃の末に特設運送船会。 平丸、島谷しまたにきせん、4575トンを撃沈。4月23日朝にはの地点で、4月16日に、石垣島近海で爆発して大破し漂流していた、海軍庁用船、第2日新丸、西太陽漁業、17752トンの、警戒に当たっていた第39号小海艇を撃。最後に残った魚雷を、第二日新丸に向けて発射し、 命中はしたものの不発だった。また、4月20日にの地点で75トン級3パンを、4月26日にはの地点で再び75トン級3パンを、それぞれ3インチで撃破した。5月3日、シーウルフは30日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。5月17日、シーウルフは9回目の紹介で、東、シナ海に向かった。台湾から、 長崎港までの間を紹介し、いくつかの輸送船団に遭遇する。6月5日にはの地点で、12隻の輸送船からなる、第268船団を発見。魚雷を4本発射し、陸軍輸送船津島丸、日本郵船、6754トンに1本が、命中したものの不発に終わり、シーウルフは浮上して、脱出を図った。 戦団を護衛していた第36号昇海艇に追撃されたが何とか振り切った。2週間後の6月20日、シーウルフアの復建省先週沖でジャンクの大軍の中に入り込み、4隻の輸送戦団に対してジャンク軍の中から魚雷を発射。1本が輸送船、正人島る、石原汽船、4739トンの船尾に命中し、 およそ9分で沈没した。他の魚雷は別の輸送船に向かったが回避された。シーウルフは7月8日にミッドウェイ島に寄港。7月12日、シーウルフは56日間の行動を終えて、真珠湾に寄港した。8月14日、シーウルフは10回目の紹介で、東、シナ海に向かった。8月31日、シーウルフはの地点で、 第297戦団を発見。戦団の左前方に位置して来撃し、2隻の輸送船、国三丸、国際汽船、5486トンと、松、東丸、松岡汽船、5253トンを撃沈した。シーウルフは昼夜を問わず、第297戦団の追跡を続け、翌9月1日昼頃に2度目の攻撃で2隻の 輸送船に対して来撃死が、いずれも回避された。日没後、シーウルフはの草垣群島近海で三度目の攻撃を、観光。陸軍船富を丸、打歩船、2256トンに魚雷を命中させ、他の輸送船にも、魚雷を命中させたが、こちらは不発であった。さらなる目標に対しても、魚雷を発射したが、回避された。シーウルフは最後に浮上し、砲撃で、 トミオマルを撃沈した。この紹介も、魚雷をすべて消費したため予定より早く終了した。この紹介では、合計12,996トンの船舶を沈めた。それに加えて、9月5日にはの地点で2隻の75トンのサンパンを漢方で破壊した。9月15日、シーウルフは32日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。10月5日、 シーウルフは11回目の紹介で、東シナ海、台湾海峡方面に向かった。10月29日、シーウルフはの関東省諏訪島近海で輸送船、ブコマル、東亜海運、3222トンを撃沈。11月4日にはの香港南方で輸送船海、マル、大阪商船、3178トンを撃沈した。11月9日、 シーウルフは6隻の輸送船からなる、非14船団を発見し、タンカーアーマツマル、日本海運、1567トンなどに対して3度に渡って攻撃したが、戦果はなかった。11月27日、シーウルフは53日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。12月22日、シーウルフは12回目の紹介で、東、シナ海に向かった。 この紹介は、シーウルフにとって、最も戦果を上げた紹介となった。1944年1月10日、シーウルフはの世論島近海で、高尾に向かう127船団を発見。昼過ぎに2隻の陸軍船、アスカ丸、日本郵船、7527トンと、ヤヒコ丸、板谷商船、5747トンに向けて、魚雷を発射し、 アスカマルは右辺に魚雷が命中して10分で沈没。ヤヒコマルは船尾に魚雷が命中し、航行不能となった。ヤヒコマルは修理の上航行を再開したものの、故障が生じてこれ以上の航行が不可能となり、両船の輸送船が強まる、東洋汽船6440トンが栄光することとなった。シーウルフは深夜になって栄光準備中の月王丸と栄光されていた。 ヤヒコマルに接近し、両船に魚雷を命中させて撃沈した。1月14日夜、シーウルフはの種ヶ島近海で、パラオに向かう、お百五船団を発見。シーウルフは、最後の魚雷4本を、船団中の2隻の商船に向けて、発射、王宮タンカーサンツル山下汽船、2552トンを撃沈し、もう1隻を撃破したかのように見えた。シーウルフは、 魚雷が底をついたので、船団を追跡しつつ、その位置を近在のホエールに無線連絡した。ホエールは1月16日に到着し、攻撃を開始、陸軍輸送船ルビー RB 定末、RB ルピア、ルピア RT デンマーク、RT ルピア、ルピア、ルビー丸、白洋汽船、5869トンを撃沈した。一方、 シーウルフは特設運送船タル、る、マままる、浜出来船、4865トンに対して砲撃を行ったが沈めきれず、翌朝ホエールは、シーウルフからの情報に基づいてタル、たる、シママルを始末し、戦闘は終了した。1月27日、シーウルフは36日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。2日後に、カリフォルニア州サンフランシスコに向けて出港し、 ハンターズポイント海軍造船所で二度目のオーバーホールに入り、作業終了後、5月16日に出港して、真珠湾に到着した。オーバーホールの間に、艦長がリチャード・ビー・リンチ少佐、アナポリス935年組に変わった。6月4日、シーウルフは13回目の紹介で、パラワ方面に向かった。ペリリュー島に対する攻撃に備えての道島を、 撮影する任務を命じられ、シーウルフは敵機による数度の偵察にもかかわらずこの任務遂行した。7月7日、シーウルフは32日間の行動を終えて、マジュドに帰島。艦長がアルバート・マリオン・ボンティアー少佐、アナポリス1935年組に変わった。その後、シーウルフはダーウィンに開港された。八月一日、シーウルフは十四回目の紹介で、 スールー海方面に向かった。この紹介では、スールー諸島のタビタビ島における特別任務を命じられた。8月7日、シー・ウルフはタビタビ島の海岸から640メートルまで接近し、6名の要因と10トンの貨物を揚陸し、ヤング単位を乗せた。8月9日には、パラアン島、ピラタミで6名の要因と10トンの貨物を揚陸した。 8月23日、シーウルフは24日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島。ヤング隊を上陸させた。9月21日、シーウルフは15回目の紹介で、フィリピン方面に向かった。9月29日に、マヌス島に到着、燃料を補給した。ここで、シーウルフは、軍事物資と陸軍兵17名乗せて、 サマール島の東海岸へ向かよう命令を受けた。10月3日7時56分、シーウルフはの諸台島北方の指定航路上で、ナーワルとすれ違い、レーダー識別信号を交換した。その後、シーウルフからの連絡は途絶えた。当時同海域には、シーウルフを含め4隻の遊軍潜水艦が航行中であったが、それらは自らの位置を伝えるよう命じられ、3隻が その位置を伝えた。しかしシーウルフは、その命令が伝わらなかった。10月4日、シーウルフは再びその位置を伝えるよう命じられるが、その命令も伝わらなかった。12月28日にシーウルフは、紹介から未期間であると発表され、喪失が推定された。シーウルフは1945年1月20日に、除籍された。戦後日本軍の記録を調査したところ、 シーウルフの行動予定海域でシーウルフを撃沈したという記録は発見されなかった。シーウルフが記録にない敵の攻撃によって沈められた可能性も考えられたが最も大きな可能性は友軍による攻撃によって沈められたものだと考えられた。シーウルフがナーワルと信号を交換した同じ10月3日朝大戦相当のためモロタイ島の白地を出港した大 7艦隊、トーマス C キンケイド中将所属の第77.12任務部隊、クリフトン・スプレグ少将は、両41の攻撃を受ける。護衛空母ミッドウェイとファンショーベイは目ざとく、魚雷を発見して回避したが、護衛駆逐艦シェルトンは1本を回避したが、もう1本が、艦尾に魚雷が命中、航行不能となった。両艦、アセス・リチャード・ M ・ラウル、 でマイナス403は大破したセルトンの警戒に当たりつつ敵の捜索を始めた。11時30分、ミッドウェイから対戦爆弾を抱えた TBF アベンジャー2機が発進した。まもなくミッドウェイから発進したアベンジャー2機のうち1機が潜水艦を発見し、これに2発の対戦爆弾を投下した。その海域はアメリカ軍潜水艦にとって安全地帯であり。 部隊が攻撃を受けた海域とは18回里も離れていた。同地点は占領でマークされ、リチャード・ M ・ローウェルが急行した。リチャード・ M ・ローウェルは1回目のヘッジホック攻撃を行ったが、効果はなかった。その時、リチャード・ M ・ローウェルは潜水艦からの反応を確認し、これに対して音響通信を試みたが、既存の認識信号とは異なるものであった。この信号を 敵が味方のふりをして送ったいい加減な信号と判断したリチャード・ M ・ローウェルは2回目のヘッジホック攻撃を行った。この攻撃の後、水中で4回から5回の爆発が生じ残骸が浮上した。一連の攻撃後、シーウルフからの報告が途絶えたことを受けて第7艦隊が調査に乗り出し、後にリチャード・ M ・ローウェルのハリー・アラン・バーナード・ジュニア艦長は サモン委員会にかけらた。攻撃精神が旺盛だったという理由で白となった。ものの、第77.1に任務部隊からは外された。しかし、部隊から外されたことは、基地と出て、リチャード・エム・ローエルは10月25日の、礼沖機戦で、栗田竹雄中将を率いる日本艦隊の砲撃に、さらされることはなかった。シーウルフは62名の士官。 兵員及び17名の陸軍兵の全員が失われた。シーウルフは太平洋戦争においてアメリカ海軍が失った34隻目の潜水艦であり、友軍の誤爆によって失われた2隻目の潜水艦であった1隻目はカリブ海で失われたドラド。なお、シーウルフの意外な結末を間接的に作り出したシェルトンは一度は別の部隊から駆けつけた。 駆逐艦らによって栄光が試みられたが浸水が、毒なり21時45分に転覆し、ラングの砲撃で処分された。シーウルフは、第二次世界大戦の戦考で13個の従軍聖賞を受賞した。戦後の調査によると、シーウルフの確認されたトン数別戦火、7万1609トンは14位にランクされ、積数別戦火、18隻他の艦、ラッシャー。 トリガーと並んで7位に記録された。シーウルフとその乗組員の貢献ぶりはテキサス州アルベストン北部に位置するので、称えられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。